はい、こんにちは、団長です。今日は2021年5月の23日の日曜日ですね。今日は、団長のですね、解説動画をお送りしたいと思います。はい、週末にですね、たくさんのリスナーの方から、注目銘柄ですね、ご投稿いただきました。ありがとうございます。今日はですね、そちらの銘柄について、一つずつですね、解説していきたいなと考えております。はい、では早速行ってみましょう。はい、ではまず一人目のリスナーさんからですね、9201日本航空、週足物分かれ、日足少し横ばってる感がありますけど、緑割らずに上げたら良いなと注視してますということですね。こちらの方、まずありがとうございました。で、二つ目が6723の、ルネサスエレクトロニクスですね。ほぼ1年上げてきて、月足前の、高値あたり、週足ダブルトップ、日足20-60-100線の集中なので、1200円近辺まで1回上げて下げたら面白いかなと注目していますということですね。はい、では早速こちらの2銘柄まず見ていきましょう。はい、ではまず1つ目の銘柄です。1つ目の銘柄は9201の日本航空ですね。日足少し横ばってる感がありますけどということですね。緑割らずに上げたらいいなと注目していますということです。こちらですね、今下から移動平均線紫、緑、赤、青ですね。こちらが一旦頂点がですね、3月22日を頂点にずっと下がり続けてきてて、紫にサポートされた形で1回上昇するんですが、青のですね60日線のところで当たってしまって下落を開始、その後ですねずっと横ばってます。緑を割らずに上げたら面白いなということで、こちらのことですねおっしゃってるということですね。確かにそうですね、赤の移動平均線が切り上がってきていますので、来週ですねまた陽線がついて上がっていくと引き続き上昇トレンドになるかなと団長も考えております。こちら週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、物分かれというところで、こちらですねずっと底張ったところから一旦上昇して、紫にブロックされてしまって下落したんですが、今赤の移動平均線と緑の移動平均線ですね、緑を割り込まずに上昇しようとしているといったところまで来ております。週足ベースで見てみますと、来週ですねこちらについては下半身が出てくると、ここですね物分かれしますので、この後ですね上昇していくと相場先生の日大の形になりますね。ということで、日本航空については団長もですねこちらの日足ベースで、この確かにですね緑の、20日移動平均線を割り込まずに陽線でずっと上がってこれば、週足も下半身完成しますので、上昇トレンドとして見ていいかなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6723のルネサスですね。こちらについては少し引きの形で見てみますと、ずっと上げてきてますね。ルネサスについてはずっと上がってきてますが、このあたりですね、ここを頂点として、時はですね、2021年の1月25日を頂点として、その後ですね、完全に横ばってきてます。横ばいが続いてて、移動平均線がですね、このあたり綺麗なパンパカパンで上昇してきたんですが、そこからですね、局面が完全に切り替わりまして、今ですね、こういった形になっております。移動平均線の、紫と、青、緑、ここですね、かなり集中してきてますので、この後ですね、大きく、上に行くか下に行くか分かりませんが、どちらかに触れるかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、紫、青、赤、緑ですね。初めてパンパカパンが崩れてきたといったところです。緑と赤がクロスするのは、こちらですね、このあたり。20年の6月ですね。20年の6月以来ずっと1年間上げ続けているというところですね。先ほどのリスナーさんのコメントの通り、ダブルトップの形ですね。赤の移動平均線がほぼ横ばったところで1回上がって下がって上がって下がってといった中で、今ですね、初めて1年ぶりに緑と赤がクロスしてきてしまっているといったところまで来ています。はい、日足に戻りました。リスナーさんのおっしゃる通り、一旦ですね、1200円ぐらいまで上がってきて、緑ブロックですね、緑、紫、青にブロックされた形の逆下半身が出てくると、下がって紫割れを起こした後の割り込みといったところで、大きくですね、下落してくる可能性があるかなと団長も見てます。はい、ということで、この後の下げですね、一旦逆下半身つけたところで、売りのエントリーして、この1100円ですね、前の安値、1100円を割り込んだところで、追加をしていくという形で、ルネサスについては、引き続きですね、売りエントリー目線で見ていきたいなと団長も考えております。はい、じゃあ次の銘柄行ってみましょう。はい、
続いての銘柄です。続いての銘柄は3038の神戸物産ですね。こちらもコメントいただきました。ありがとうございます。現在3038神戸物産を売りで持っていますということですね。日足ベースで見ると、5、20、60、100、300線の線が徐々に密集してきており、ロウソク足が各線の下にあるので、しばらく持っていれば今後下げていくのではないかなと思いますが、団長はどのように考えられますかということです。懸念される部分としては、2月下旬から3月上旬にかけての前の安値ラインで下げ止まるのではないかというところですということですね。こちらの方解説させていただきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。はい、こちら神戸物産のチャートになります。今ですね、移動平均線の並びが紫、青、緑、赤ですね、逆パンパカパンの状況になってて、300日ラインですね、久しぶりに出てきました。オレンジの300日ラインはここにあるといったところですね。すべての移動平均線が少しずつ集中しているといったところでしょうか。上から数えますと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17といったところまで来てまして、日柄的にはですね、そろそろ一旦下げ止まってもおかしくないかなというような状況まで来てると思います。ローソク足の並びも見ましても、陽線ですね、陽線といった形ですね、すべて下髭陽線という形で、場中で一旦ですね、始まって上昇してですね、場中で一回下がってもう一回戻ってきているというような形になりますので、このあたりにですね、何かしらのしこりラインですね、しこっているようなラインがあるのかなと団長は考えております。ということで、一旦ここですね、2800円を割らずに下げ止まってきて下半身をつけてしまうと一旦上昇トレンドかなと考えておりますが、今逆パンパカパンなので、またどこかでですねこけて下がってくるかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、さらにですね、移動平均線が集中しているのがわかりますね。紫以外の赤、緑、青が3000円近辺ですね、こちらで集中しておりますので、この後ですね、どちらかに大きく触れるかなと考えております。赤の移動平均線で見てみますと、3500円ですね、上昇してきて3500円ラインで1回止まって下落してもう一度行くんですが、ここは完全に綺麗なダブルトップの状態で下落してきているといった形です。ここの中で赤の移動平均線もすでにですね、右肩下がりになってますので、高値切り下げですね、赤の移動平均線の高値が切り下がっているといったところですが、少しですね、下落の角度が横ばり始めてるなというところで、なかなかですね、綺麗に下げていかないかなというような印象です。少し引きの形で見てみましょう。はい、引きの形です。神戸物産についてはすごいですね、この辺りから一気に上昇してきて、頂点つけてダブルトップからの下落といったところまで来てます。この後崩れるのであれば、ざっと大きく崩れてくるかなと考えておりますので、引き続きですね、神戸についてはこちらですね、この後、この移動平均線非常に週足ベースで集中しておりますので、こちらがどっちにばらけるかで株価の動きが変わってくるかなと思いますので、団長もですね、このリスナーさんのおっしゃる通り、売り目線で見てもいいかなと思うんですが、この後のですね、一旦軽い上げ、このあたりを警戒していく必要があるかなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いてのご投稿です。こちらの銘柄いただきました。ありがとうございます。団長様こんばんは。5月20日引けた後の銘柄チェックしたところ、週末に全部ではないのですが下半身銘柄が多くあり、上昇しそうなものをピックアップしてみました。企業コードのみ記載しますということで、こちら一覧いただきました。ありがとうございます。はい、今日ですね、すべての企業をご紹介することできませんので、こちらですね、概要欄の方に貼っておきますので、またですね、チェックしてみてください。はい、では今日ですね、この、いただいた銘柄から団長が気になる銘柄3点をピックアップしたいと思います。はい、では早速いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6770のアルプス電機ですね。こちら今移動平均線が上から紫、青、緑、赤の綺麗な逆パンパカパン中ですね。このあたりですね、美味しいです。こういったところを狙っていきたいですね。間もなく逆パンパカパンの中から一旦下がって、下げ止まった後の節目割れですねの逆下半身、ここでエントリーができると、この後ですね一気に取れていくといったところですね。こういったところをですね、ちゃんと狙えるように団長も日頃練習しております。ということで、今ですね下半身が出てきましたので、一旦上昇してくると思いますが、ここですね、リスナーさんのおっしゃる通り下半身出てきてますので、1100円の価格を節目としてトレンドが切り替わっているというところですね。で、次団長が狙いたいのはこの下半身での買いもそうなんですが、この後ですね、緑に当たる近辺ですね、こういった形ですね、こういった形の中で逆下半身が
が出現してくると、そこはですねまた売りエントリーになるかなと団長は考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線の並びが上から紫、緑、青、赤ですね。青が少しだけ右肩上がりかなというところで、あとはみんな下がってますねというところです。このあたりですね、少し横ばった、長期トレンドで見ると横張りながらの少しずつトレンドが下落しているといったところになりますね。もう一度日足戻ってみましょう。はい、ということで1100円をサポートラインにして、この後今上昇してきてますので、来週ですねどこかでこけるところで買いでですねエントリーされている方は、陰線が出てきたところで切って、逆下半身が出てきたところで売りを入れると、こういったようなですね戦略で、攻めていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6594の日本電産ですね。日本電産も今移動平均線の並びは上から紫、青、緑、赤の逆パンパカパンですね。1万2000円という節目ですね。前の節目もここでした。少し引きの形で見てみますと、1万2000円というのがですね、こことここしかないんですね。ということで今ダブルボトムの状態で切り上げてってるといったところですね。こちらも今逆パンパカパン中ですので、先ほどの銘柄と同じように一旦買いで攻めれるとは思うんですが、どこかでこけてくるかと思いますので、そこの売りも狙っていきたいなと団長は考えております。週足で見てみますと、下から紫、青、赤、緑ですね。ここまでずっと綺麗なパンパカパンで来てたんですが、完全に今パンパカパン崩れをしてしまっているというような状況ですね。1万円の節目かなり重要になってくるかと思いますので、ここを割り込むか割り込まないかが日本電産については勝負の分かれ道になってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5334の日本特殊陶業ですね。こちらについても移動平均線が紫、青重なってますね。で、緑、赤といった形でほぼ逆パンパカパンの状態ですね。一旦下落して上がった中で下落して、1800円ですね。ここも効いてます。1800円を大きな節目として軽く上昇したんですが、紫、青にブロックされてしまい大きく下落といったところですね。こちらが5月の12日の水曜日の時点です。こちらが金曜日ですね。月、火、水と下がって、その後横張りながら1600円を背にして少し上昇して、今ですね買いの下半身が入ってきたといったところですね。こちらもおっしゃる通りですね、リスナーさんのおっしゃる通りな形で綺麗に上がっていってますので、ここで買いを入れてですねずっと持っていって、どこかでこける可能性がありますので、こけた後にですねまた売りでエントリーしたいなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、上から緑、紫、赤、青ですね。少し移動平均線が、ぐちゃぐちゃしてるような形になってます。なかなかですね、この週足ベースで見ると、この後横ばっていく可能性もありますので、日本特殊陶業についてはですね、綺麗に下がるかなということは、少し言い難いかなと思いますので、慎重にですね、このあたり見ていく必要があるかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4666パーク24ですね。こちらもご投稿いただきました、ありがとうございます。はい、パーク24については今ですね直近高値越え、同時に赤の高値切り上げ確定、3、日大の確定になりましたということですね。3日前の下半身でエントリーしていれば安心して、保持できパンパカパンになり、利幅の拡大もありそうですということですね。団長さんでしたらこの先どうされましたかということです。はい、では早速ですねパーク24についてチャート分析してみましょう。はい、こちらがパーク24のチャートですね。今移動平均線の並びが下から紫、緑、青、赤ですね。緑と青は交差しそうなので、この後ですねパンパカパンになるかなといったところです。赤の移動平均線ですね、下値切り上げ確定してて、相場先生の日大のような形になっているといった形ですね。ここは一旦青抜けして、青がサポートしてくれて上昇するといった形で、綺麗なですね上昇トレンドかなと考えております。チャート的にはですね完全に上昇トレンドかなというところで、今ですねここの下半身ですね、ここの下半身で入れてればということで、この形はいい形ですね。確かにいいと思います。下から切り上がってって一旦青抜けして陰線勝ちでずっと下がってたんですが、その後ですね、紫、失礼しました、青にしっかりサポートされた中の下半身が出てきたといったところですね。でここでエントリーできてれば、ここ火曜日ですね、水曜日、これで前の高値抜けですね。で木、
金といった形でしっかり上昇していってるというような形ですね。この後ですが、今下から数えますと 1,2,3,4,5,6,7 ですね。相場先生の法則で言うと 8,9 のところで一旦区切るといったところが、セオリーになるかと思いますので、9の法則で一旦利確するのはですね、まず第一のセオリーかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、この前の高値ですね、週足ベースでの高値、この圏内がありますので、この圏内をしっかり抜けるかどうかというのが次のポイントになってくるかと思います。下から赤の移動平均線が紫抜けをして一旦下がるんですが、しっかり緑にサポートされて上昇してきているというような形になってますので、こちらですね、こちらの形、週足ベースで見ても上昇トレンドかなと考えております。ということで次のポイントとしてですね、9の法則以上で保つのであれば2400円このあたりでですね、こける可能性もありますので、この後9の法則で利確するのか、もしくはですね、それ以上持っていってどこかこの辺でですね、軽い陰線がついたら、手締まった方がいいんじゃないかなと団長は考えております。はい、以上今日は2021年5月の23日の日曜日ですね、団長の解説動画をお送りさせていただきました。今日もですね、本当にたくさんの方からコメントいただきました。ありがとうございます。ぜひですね、来週もリスナーさんの注目銘柄お待ちしてますので、ぜひともよろしくお願いします。金曜日土曜日あたりにですね、いただけると日曜日に編集して、解説動画を作成したいなと考えております。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。